ウィズ・イン・テンプテーションは、オランダのシンフォニックメタルバンド、欧州を代表するシンフォニックゴシックメタルの中心的存在として知られる。創設者、ローベルト・ベスターホルト1996年夏、オランダのヘビーメタルバンド、ザ・サークルのギターボーカリスト、ローベルト・ベスターホルトと同バンドにゲスト参加経験のある女性シンガーシャロンデン・アデルが中心になって結成された。 メンバーは昔からの親友同士で、シャロンはベスター・ホルトのガールフレンドでもあった。1997年、デモテープの段階から話題となり、母国オランダのザ・ファレコードからデビューアルバムエンターをリリース。欧州ツアーを行い、ダイナモフェスなどのビッグイベントに出演するなど人気と知名を挙げる。1998年には EP ザ・ダンスをリリースしたものの、 その後メンバーは学業や就職の影響で活動が滞るようになる。シャロンはファッション会社に勤務し、ローベルトはインターネット会社に勤めるなど、兼業していた。しかしバンドの人気が加熱し、音楽活動に専念するためそれぞれ退職。翌年から次回作の創作に没頭する。2000年12月、セカンドアルバムマザーアースを発表。 オランダのアルバムチャートで3ヶ月以上ランクインし、母国とドイツ、ベルギーでプラチナムディスクを獲得するなど、前作を上回る評価を受ける。2004年11月、ドイツのガンレコード傘下のスーパーソニックレコードから、サードアルバム、ザ・サイレント・ホースをリリースする。シングルカットされた、スタンド・マイ・グラウンドのヒットとともに、前作以上にブレイクし、アルバムはオランダで、 チャート1位を獲得。再び、プラチナムディスクを獲得するとともに、7カ国でゴールドディスク認定されるなど欧州の権威ある音楽賞各賞を受賞し、これを機に英国、欧州、日本でもリリースされるようになる。これらが評価され、母国でダッチミュージックアワードを受賞する。その後、ロードランナーレコードに移籍し、2007年にホースアルバム、 The Heart of e v e r y h i n g をリリース。2011年、バンド初のコンセプトアルバム、The Unforgiving をリリース。スティーブン・オ・コーネル原作、ロマのモレナーが作画を担当した同タイトルのアメリカンコミックスとタイアップした。その後、BMG に移籍。2014年、元ナイトウィッシュのターヤ・ヤトゥル・ネニア、元キルス・スウィッチ・エンゲージのハワード・ジョーンズなどがゲスト参加した意欲作。 ハイドラをリリース。ギター3人編成で初のアルバムとなった。2019年4年半ぶりのセブンスアルバムレジストをリリース。2019年10月時点ライブアルバムコンピレーション。ありがとうございます。